東京オリンピック開会式当日の2020年7月24日を体育の日として休日にする案が検討されていることが分かりました。東京オリンピックの開会式をめぐっては、選手やスタッフ、外国からの来賓が多く訪れるほか、通勤・通学や物流といった一般の移動もあることから、都内で激しい混雑が予想されています。そのため、オリンピック開会式の7月24日を体育の日として休日にする案が検討されていることが、大会関係者への取材で分かりました。このほか、閉会式翌日の8月10日や、開会式前日の7月23日を休日にすることも検討されているということです。休日にするためには、来年の通常国会をめどに法律改正をする必要性があります。